Thank you.
ソーレというのは太陽なんですけど、私の太陽、ミーヨというのは私のと言いますけど、私の太陽という曲ですけれども、本来はこの自分の恋人、大好きな人に向かって、君は太陽のように輝いてるね、眩しいね、とても暖かいね、そんな風に歌った情熱的な恋の曲なんですね。これをまずは私の第2部での 第1曲目として聴いていただきました。そういえば、この明治大学マンドリンクラブ、今年は海外公演があるんだそうです。知ってますか皆さん？あ、知ってる。実は今年は9月にイタリアに行かれるということなんですけども、ちょっとその辺解説。
Thank you.